皆さんこんにちは。音質改善マル秘大作戦オーディオ入門です。今回で5回目になります。今回はオーディオのオカルトとプラシーボ効果についてお話ししていきたいと思います。このことに気がついていないと、オーディオやホームシアターの音質改善をしていく上で回り道をしてしまったり、ゴールのない迷路に迷い込んでしまったりします。いろいろな対策をしてもその結果がよくわからなくなったり、何をやってもプラシーボ効果のように感じてしまったり、暗中模索を繰り返してしまう可能性があります。なので分かっていた方がいいことになります。まずはオーディオのオカルトについてお話ししていきます。皆さんは今までにこういうことを感じたことはないですか？例えば夜に好きな曲を聴いていると昼よりもなんか落ち着いて雰囲気よく聞こえるときってないですか？またはアクセサリーを投入したときとか、皆さんなりに何かオーディオホームシアターの音質に対して対策をしたときに、一度は音がちょうどよく仕上がったなと思ったのに、翌日に再度聞いてみたら昨日はちょうどいいと思ったのに、なんか音が昨日よりきついな、高音がうるさいな、または逆に昨日はちょうどいいと思ったのに、なんか音が昨日よりパッとしないな、高音が出てないな、変だな、このようなことを今まで感じたことはありませんでしたか？これについては原因があります。それはオーディオやホームシアターの音は何もしなくても昼と夜とでは違った鳴り方をしています。それではどのように違うかというと、昼は元気よくエッジの効いた、どちらかというと落ち着きのない鳴り方をしています。音像定位のフォーカスも甘いです。一方夜になるとどうかというと、音はぐっと落ち着き、昼と比べると濃い音で鳴ります。スピーカーのセッティングがちゃんとされていれば、音像定位も昼より随分はっきりと出ます。このように昼と夜とでは全く違った音でシステムはなっています。音がこのように昼と夜とで変わってしまう理由としては、電流の波形の乱れ方の違いとか、高周波ノイズの違いとか、太陽光の紫外線の干渉などといろいろありますが、面倒くさい話になりますので今回はしません。皆さんの中には昼と夜の音の違いに気づいたことのない方ももしかしたらいると思います。それはおそらくお手持ちのシステムがアクセサリーの投入ぐらいで、ノイズ振動電磁波対策があまりされていないことから、システムの感度が随分鈍いということが言えます。仮に何らかの対策を皆さんなりに現在進行形でしている最中だったとすると、その対策が進むにつれてお手持ちのシステムの感度ははるかに敏感になっていきます。システムの感度がある程度敏感になってくると、昼と夜の音の違いに今まで気づけなかった方もはっきりと分かるようになります。それではイメージですね。春夏秋冬、季節でも日没時間が違います。例えば18時に日没したとします。すると1時間後の19時くらいから徐々に音が落ち着いた鳴り方をし始めます。21時から24時ぐらいにはさらに音は落ち着きます。24時から明け方はなおさらに音は落ち着きます。日曜日の深夜から月曜日の明け方のこの時間帯が一番オーディオの音が良くなります。まあこの時間帯にオーディオを聞いている人はそう多くはないと思いますけどね。一般的に起きている時間帯でいうと19時ぐらいから音はぐっと良くなります。私はだいたいその辺の時間帯で聞いています。興味のある方は注意深く聞いてみてください。おそらく少しは音の違いに気がつくことができると思います。以上がオーディオのオカルトについての種明かし、お話でした。それで冒頭にこのことについて分かっていないと回り道をする可能性がありますよと言ったのは、次のようなことが考えられるからです。それは皆さんがオーディオホームシアターのシステムに何らかの対策をしたときに音がどのように変わったのか当然確認しますよね。その際にこういうことが起こり得ます。昼と夜ではオーディオの音が変わるというのは先ほどの説明で分かっていただけたと思います。昼は音が元気よくきつめで、
夜は日没後1時間ぐらいからだんだん音は落ち着いて濃くなります。例えば日中に皆さんがシステムに何らかの音質改善の対策をしたとします。それでその時点でちょうどいいと確認した上で夕食の後でもオーディオを聞いたとします。すると夜の時間帯になっているので当然音は勝手に落ち着いた鳴り方をします。この時に皆さんが昼と夜とでは音が変わることに気づいていないとすると、あれお昼に聞いた時はちょうどいいと思ったのになんだか変だな、思ったより鳴り方がおとなしいな、高音が出てないな、気のせいかなということになります。逆に音の落ち着いている時間帯の夜に皆さんが仕事から帰ってから何らかの対策をして皆さんなりにちょうどよく音を仕上げたとします。その上で翌日の昼にシステムの音を聞いてみると、音は昼の方が元気よくきつめな鳴り方をしますので、昨日の夜はちょうどいいと思ったんだけどなんか音がきついな、高音が耳障りだな、変だなということになりますよね。こんなことを何回か繰り返すと頼れるのは自分の耳だけなので、よく分かんなくなってしまいますよね。迷路に迷い込んでしまいます。私はこのことにまだ若かった頃に気づきました。それでもオーディオを始めて10年ぐらいは経っていました。もう大昔です。なので私もこのことを知る以前の10年間ぐらいはオーディオにいろいろ対策しても昼夜それぞれ聞くたびに音が違うのでよくわからなくなってしまうことが多かったです。これによって随分無駄な時間を使ってしまったという過去があります。ということでシステムの音の調整であったり対策については昼に何らかの手を加えたのであれば再度確認するのは翌日の昼の時間帯にすることですね。また夜に同様にしたのであれば翌日の夜に音を確認するということですね。これが大事です。昼に聞く機会の多い人は昼に手を加えればいいんですよね。また夜に聞く機会の多い人は夜に手を加えればいいということになります。またどれくらい昼と夜とでは音が変わるのかを皆さんご自身で分かってしまえば、その上でそれを加減しながらすればいいということですよね。このことを今知っておけば私のように無駄な回り道をしなくて済むはずです。お分かりいただけたでしょうか。続いてはプラシーボ効果についてです。オーディオホームシアターの音質は些細なことでも変わります。接触非接触にもかかわらず本当に不思議なところもあるんですが変わるんですよね。中には確かにあまり変わらないような対策もあるとは思います。ただそれよりも言えることはノイズ振動電磁波などの対策があまりされていないシステムだと感度がかなり鈍いということです。いろいろな良くない干渉を受けすぎているので何か対策をしたとしても対策の音のちょっとした違いに気づくことができないのです。なのでアクセサリーの投入だけではなくこだわる方はこれらの対策をお手持ちのシステムにしていくことによってはるかに敏感になってきます。また音も上質なものに変わってきます。なのでこれらの対策を一つ一つ積み重ねていくことによってよく専門誌に載っているようなオカルトチックなアクセサリーやこだわりすぎじゃないのかなと思うようなアクセサリーであったとしても仮に使用した場合それぞれに音が変わることに皆さんのシステムでも気づくことができます。オーディオホームシアターの音質に関するプラシーボ効果に関してはシステムがまだあまり敏感じゃないから音の変化に分かりづらいと考えた方がいいようです。ということでオーディオホームシアターの音は昼と夜とでは鳴り方が変わります。プラシーボ効果についてはお手持ちのシステムの感度がいろいろな対策を十分にまたはある程度されていないからまだ鈍いということが言えます。これらの対策はお金のかかるものばかりではありません。簡単にできることもたくさんあります。せっかく奮発して買ったシステムだったらしっかり鳴らし切らないともったいないですよね。興味のある方は少しずつでもしてみるといいと思います。
これらのことを早めに知っておくことで、私がしたような回り道をすることなく、皆さんは楽しめるのではないかと思います。いい趣味だと思うので楽しんでください。また今後これから対策方法を順次紹介していく予定でいます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。